農、えー、農家と農編集でお送りしています、えー、こんんんにちは、こんばんはここばですね、えー、この、ま、桜井子さんですかね私もそういう雑誌とかいろいろ見たことないですけど私もとこのジョネスカサさんのニュースのトラガーですね、えー、桜井子さんとご日本人としてのたしなみについて言論テレビの後に語りましたということで、えー、まあジョネさんもこのもともと左寄りでしたかね最初に選挙したのは ああこのカンモトなあ師匠にその時でことでまあいろいろこの。 最初は金融バターでしたけどいろいろこの,、えー、この株をしたりということで今は保守経済経営者としていくことでた,たしなみですね袴もはれき、うん、方ということで、えー、最近、えー、私も最近1年半年ぐらいですかね、えー、情熱かさチャンネルニュースをウォーチングしてきてしていますもともとそういう日本、うん、債券信用銀行でしたかねそういうことで、えー 株価高校時代はアメリカにこの留学していたということで、えー、なかなかそういう、うんえー、今拝聴してしています。えーこの 桜井し子さんについては詳しくはないですけど、えー、この、元安倍首相が亡くなった時に、えー、その、後の、葬儀かな、葬儀地がそういうのをなんか主催したことを覚えてますけど、えー、言論、テレビも、えー、ウォッチングしていきたいと思う、なかなか私も、えーえー、詳しくありませんけど、まあそういうことで、ねえー、ふと、えー、完全、よく見せにそれますけど、えー、昨日ですかね、この FBI か、この、 一人のアメリカの亡くなった方がこの屋根部遺族かな遺品があったということでそれが沖縄琉球王朝時代のそういう,うこの王様の想像がいろいろながこれ東盗難のリスクにってたということで沖縄に 戻ったっていうニュースを見て、えー、まあだいぶこの話とは、えーえー、本当に、えー、外れますけど聖書にもそういう、えー、バビロンがあ違うて、えー、エルサレムが崩壊した時、えー、バビロンのネブカいネザールによって、えー、保守にされた時にいろいろこの にえー、っとクッシュかなクッシュに、えー、このどうしてもこのだ、えー、ユダヤがこの王国がした時はいろいろこの、えー、バビロンは持って帰りますねそういうことで今回もそういうの太平洋戦争で時に、えー、まあ今保管、えー、で見つかった方は太平洋戦争に従軍してないということでまあ、盗難ということで屋根裏,裏に返したということで遺族がその えー、まあ当品リストに載ってることで、えー、このあ、えー、せかなそういう、えー、このきちんとす出したのであくらみ出たということで、えー、びっくりしましたけどそういうことが本当に異なって、えー、日本のたしなみちょっと、えー、完全にこの話があ論点が逸れましたけどそういうことで日本のたしなみということで、えー、琉球政府の琉球王朝のそういうのが返ってきたということで改めてこの琉球王朝のそういうのが返ってきたということで改めてこの 話に、えー、ちょっと、えー、話があの完全に、えー、別れてしまいましたけど本当に、えー、失礼しましたけど、えー、桜井し子さんと日本人としてのたしなみについて、えー、言論テレビの後に語りましたということでお,お茶ですね <laughs>、まあ、中田少しさんもお茶してますけど私はお茶の経験がありませんけど、まあ、たまにシャンのお茶のコーヒーお茶飲みぐらいで、まあ、佐渡ですね千利休その前からう裏の お茶は千利休かな、私もそのルーツはわかりませんけどそういう、えー、武家ですねそういうお茶でこの建築、うん、空論、うん、にそういう戦国時代にこのお茶戦利休か最初ですか、ね、それもちょっとわかりませんけどもっとその,その前からあるのかどうかあります、まあそういう、えー、そういうい、うん、武士特に織田信長と、えー保健時えー、戦国時代にそういう茶室とかそういうですね、えー、その効果、あの 見づらいじゃないですけど、その茶碗とかそういうのがあまあそういう時代劇を見るとその効果ということで、えー、この、えー、ありますけどこの建築いろいろ茶道ですかね、えー、まだ、えー、日本人の、えー、まあ日本人の文化ですね文化ということでまたこの沖縄の琉球王朝時代の,この、うん、まあ 王様の肖像とかいろいろその部品が部品じゃなくていい、えー、盗難品が見つかったということで、えー、ふと最初のこのユダヤのバ,バビルの保守からもうてきますけどそういうことがふと、えー、また話が日本の日本人の立ちにあるとこの 琉球,琉球王朝時代のものが帰ってきたということで、えー、無事によかったりということで、えー、日本人の達し磨きということをちょっと感想しましたお恥ずかしい内容となりましたけど引き続きジョネツカさん本当にチャンネルのニュースの虎顔ですねジョネさんもまあ保守経済人から保守い、えー、ということで日本人の立ちし磨き作動しているということで中田敦子さんも作動お茶ですね、えーあー えー、なかなかそういうことをー、えー、ウォッチングです。本当にお恥ずかしいコメントとなりましたけど、引き続き、常連司チャンネルのニュースのトロガーウォッチングしていきたいと思います。今日のこの短い、えー、4、5分の間でしたけど、えー、桜井よ善子さんとごお日本人としてのたしなみについても、言論テレビの後に語りましたということで、ちょっとで、えー、言論テレビも拝聴したいなという思わされた。 モノでした。マサトでした。あーマサトのこの YouTube チャンネル登録、コメント、またいいねとよろしくお願い,いたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してまたよろしくお願い,いたします。次回の1分間のお宅でお願いしましょう。マサトでした。終焉、レスパスンブズ、シャラム、シャラム、シャラム。